岐阜の異端児です。はい、皆さん、本日3月30日ついに島の評判が三つ星になりました。いや、結構時間かかったよこれ。ほんと大変やった。で、まあどうやってあげたかっていうのをね、ちょっと皆さんに説明したいと思います。あ、まあこの静江さんにいろいろ話聞けばどうすれば評判上がるかっていうのは大体わかるんやけど、まあ俺が実践してきたことを紹介します。まず最初一つ星から二つ星に上げるにはこれね、島の住民を8人以上にする。そうするとね、二つ星になる。で、俺は今、自分と、自分のサブと、あと10、まあ、10人の10人、うん、いるってことで、その二つ星になる条件は満たしとる。まあ、どうやって住人を誘致するかっていうと、ここの、まあ、タヌキチに話しかけて、新しい家をどんどん建てていけば、誘致できるようになるんで、離島に行って、住人を誘致する。って感じでやっていけば、まあ、8人以上になって2つ星にはなります。で、そこから3つ星にするために、俺がやったこと。インフラ整備。で、橋や坂の相談をして、橋と坂を何個か作りました。まあ、それもちょっと見せますね。うん、はい、こんな感じで橋がまずここに1個。で、ここに坂1個。で、あそこにもあるね。ここ登ってくともう一個坂あるし、で、橋もう一個どっかに、で、もう一個橋がここにあります。はい。で、あとは、うん、まあ花はちょっと植えたかな。そんなには植えてないんやけど、こんだけこれだけ花植えました。本当にちょっとした花壇。まあ、柵も作ってないし、あんまり整理はしてないんやけど。まあ、ちょっと花を植えました。で、あとは、大事。これ多分一番大事かなって思うんやけど、雑草。雑草を全部、むしった。見て。見てこれ。もう一人でね、めっちゃ、頑張って、雑草むしったで。ほら、一個もないよ。一個もないから、でもね、やり出すと結構楽しいんやって、雑草むしるのも。なんか自分の島がさ、どんどん綺麗になっていくの、良くない？気持ち良くない？いやー、どん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 ね、ほら、あ、気持ちいい、これは。雑草が一つもないね、島を走り回る、この気持ちよさ。もちろんあっちのね、もう普段誰も行かないような、ここら辺。ここら辺にもね、ほら、雑草何もないよ。ここら辺もちょっと坂で上に登れるように、坂作って上登れるようにしたいね。で、あ、雑草、雑草じゃなかった。バッタやった。あ、バッタが雑草に見えた。でね、雑草いっぱい溜まるじゃん。雑草をむしると。その雑草を使って、むしった雑草を DIY で、この干し草のベッド、ほら。雑草20個で干し草のベッド1個作れるんで、これ作って、はい。ベッドができて、これをね、そこら中に置きまくった。ほら、ここにベッドあるやろう。ここにもあるやろう、ここにもあるやろう。これ大事らしいんで、この自分で作って、ここにもあるやろう。自分で作ったものを村中に置きまくるのが大事。星を上げるために大事らしいの。ほら、星草のベッドめちゃくちゃ置いてあるでしょ。ほら。ほら、何個あると、20個ぐらいあるんじゃないかな、多分。ほら。雑草をむしって、雑草をむしって得た、星草のベッド。うん。まあ、雑草をむしって、それを星草のベッドにして、とにかく島中に配置しました。それで、あとは、まあ、商店、たぬき商店、ちょっと、第二段階かな、これ。レベルアップさせたり、あとはこういうエイブリシスターズとかを建てたり、まあ、そんなところかな。うん。まあ、俺が
やっぱ大事だなって思うのは、雑草をむしるのと、いろいろ置く。こういうのを。こういうのを、いろいろ置くのが大事かなって思った。あとね、住人、村の住人からもらったものは基本的にどっかに置いとるね。こういうなんか、こういうのとかさ、こういう小物とか、こういうの。なんか、村を良くするために置いてください、何かに使ってくださいって言われるから、まあせっかくなんで、ちょっとここら辺にね、こうやってポイポイポイって置いてる感じ。このチャリもね、もらった気がする。うん。そんなとこかな。はい。あとね、ここに竹いっぱい植えた。うん、これ関係ないけど別に。竹がね、どっかに竹林作りたいなって思って、ここのたぬき商店の裏にね、竹林作ったりもした。以上かな。はい。こっから、四つ星になるにはどうすればいいのか。さらに干し草のベッドを作りまくって、植えるんかな。ここら辺に、うん。干し草のベッドをね、ダブルで、こう設置したり、するといい感じになるかもしれんな。たまにね、住人ここで、ね、寝るからね、なかなかそういうのもね、可愛くていいっすね。はい。以上ですね。俺が、島の評判を三つ星にするためにやったことです。まあ、結構条件がふわっとしてるんで、断言はできないけど、だいたいこんなことをすれば三つ星になると思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。